東京江戸川区で警視庁の署員が扮するスーパーサイクルマンが自転車の交通マナーの向上を呼びかけるイベントが開かれました。よよし、ヘルトよし。このイベントは江戸川区内3つの警察署が交通ルールの徹底やひったくり被害の防止などを目的に開きました。 信号の色をモチーフにしたレッドイエローブルーの現役の警察官が演じるスーパーサイクルマンは事故から身を守るため自転車の正しい乗り方を呼びかけていました。